私も少し本気を出そうかしら。はっ、ふっ、それ、しびれなさい。やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。パイモンちゃん、そこには行ける？行っても何もできないぞ。この風を使って上に行きましょう。お姉さんに任せて。なるほど、雷元素の石碑ね。雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。ちょっとビリビリさせないとね。しびれなさい。逃がさないわよ。しびれなさい。逃がさないわよ。しびれなさい。逃がさ、いた。水に濡れた敵に対してお姉さんはすごいのよ。
ここから上に上がりましょう。すまんすまん。ちょっと、いや、逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。何よ。ちょっとビリビリさせないと。しびれなさい。しびれさせちゃうのよ。感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するわ。摩擦で生じたイカ槌の火花は落ちるような恋ほどの衝撃ではないけれどね。ん？私の首にある宝石が何かって？嘘、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。神の目も知らないなんて、あなた一体どこから？突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは銀融詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。逆にあなたは魔導士にもなれるほど素質を持ったいい子よ。これを壊せば帰って休めるわ。風の塊みたいなもんだ。休めると思っ風たちの地に東風の竜、トワリン、南風の獅子、ダンディライオン、北、それらはモンドの四方の風の守護者で、風神バルバトスの眷属でもあるわ。トワリン、それが風魔竜の名前よ。人々に風魔竜と呼ばれる前、かの者は四風守護の中のトワリンだった。四方の風の中で、トワリンがそのうち三つの力しか使えない彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったからね。多分、憎しみだと思うわ。憎しみ？モンドに対する憎しみよ。その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は魔竜になった。でも四風守護だったのに、なんで守るべき都市を憎むようになったんだ。モンドの人間としてはとても言いにくいわね。これを読むといいわ。100年以上も前の出来事よ。ほらほら、行くぞ。詳しいことは後で教えてやるから。あなたのこと見ているわ。
の元素の流れも地脈の循環も元通りになるだろうな。騎士団に戻ってみるか。もちろん他にやりたいことがあったらオイラも付き合うぞ。そうだ、四風守護の神殿でまた失われた風神の瞳を手に入れただろう。今後も入手するかもしれないけど、そいつの使い道を忘れるなよ。モンドへようこそ。
そこだ。なんだ？おい、なんだそれ？オイラを先人に立たせるつもりか？こんなに小さいし、オーダーメイドできるんだ。当然だ。販売、オーダーメイド、精錬、すべてこの鉄工房の仕事だ。お前に鉱石があればな。どこにでもある。じゃあこうしよう。この付近で鉄を持ってくれば製造して。礼はいらない。仕事に戻るよ。なんかイライラしてる。さすが師匠だ。邪魔したのかな。なんだ。ああ、まあいい。この色のものも使えないわけでは。鉱石を見つけたらこっちに来る。もちろん俺が忙しくない時に来るのがいい。鉄を打つには集中力が必要だ。腕が良ければ依頼が、用がなければ仕事にも。真面目な人だな。ちょっと短気なとこ。冒険者を見つけることも私の仕事ですから。あなたから伝説の冒険者たちと肩を並べられるほどの素質を感じます。それはオイラもわかるぞ。彼女と一緒にいると安心できるんだ。でも冒険者にとって素質よりも経験の方が大事です。冒険経験を積み重ねることで冒険ランクが上がります。早速新しく入ってきた冒険者に。待って、オイラたちもう正式な冒険者になったのか。安心してください。冒険者協会には会費を払う必要も強制的な義務もありませんから。つまり協会に入ったらメリットだらけ、デメリットはありません。今時の新人は率直ですね。とにかく冒険ランクが上がるたび冒険者協会から報酬をもらえます。これは協会から新人へ送るプレゼントです。確認してくださいね。歓迎します。冒険者の申請、これはあなたの冒険の証です。新人の加入はとても大事なことですから当然です。これには協会の依頼や報酬に関する情報がたくさん載ってますから。会員の証明でもあるからね。それともう一つ、
冒険ランクが上がりにくいと感じる時がたまにあると思いますが、その時は印象に残る任務をクリアすることで教会の認可をもらえますよ。印象に残る任務？冒険ランクの上限を突破するための突破任務といった方がいいかもしれませんね。今はまだその時じゃないですが、あなたの経験が多くなればみんなの認可をもらえるチャンスも増えてくるはずです。では今日はここまでにしましょう。これからどんどん会う機会も増えると思いますから、頑張ってくださいね、冒険者さん。星と深淵を目指せ。知ってる定番料理だな。食材が足りるならお前も作れるよ。お前の腕は鹿狩りを超えられるかな。オイラは喜んでお前専属の試食係になるからな。失望させないでくれよな。最近ますます良いものが出てきましたね。まずい、これはまずいことになったな。どうするか。おお旅人、これは千の風に感謝しないとな。今お凡人を助けるため風神が使わした使者よ。どうか手を貸してくれまいか。うわ、なんかムカムカするぜ。実は騎士団の奴らの耳には入れられない話でな。お前にしか頼めないんだ。だからここじゃちょっと場所を変えよう。そうだな、騎士団横の庭あたりがいいだろう。ついてきてくれ。なんか怪しいな。任務は終わりっこないわ。それよりもお姉さん、
必ずあなたをお守りします。この辺なら大丈夫だろう。早く教えろよ。一体何があったんだ？何から話すか。そうだな、俺個人の過去に関わることだから他言無用で頼むな。安心しろ、オイラの口は固いぞ。実は俺の祖父は海賊だったんだ。へえ。いやいや、反応薄くないか。さては信じてないな。ほら見ろ、この眼帯は海賊である祖父の遺伝な。旅人、そんなの常識だぜ。母親のくせ毛が子供に遺伝するのと同じ理屈さ。昨日祖父が残した手記を読んでいて偶然見つけたんだ。お宝についての記述をな。お
記によるとお宝の隠し場所は失われたアルカディア遺跡っつうところらしい。お宝けどな、遺跡の所在については未だ手がかりがないんだ。お宝ガイア、それはどんなお宝だ？金塊か宝石か？金目のものなど三流のお宝さ。祖父の宝は剣だ。手にするだけで無敵の力を得られる真剣らしいぜ。もともとは天空の島にいる神がうっかり海に落としたもんでな、それを祖父たちが引き上げたんだそうだ。その剣を手にした瞬間、雷鳴は轟き、海は荒れ狂い、晴天だった海原に突如として竜巻が現れる。真剣の力で祖父は8つの頭を持つ海蛇や銀髪のサキュバス、深淵の蛇竜を倒したそうだ。しかしあまりにも強大であったため、他の海賊たちがその剣を奪おうとしてきた。争いを避けるため祖父は真剣を隠したんだ。世界は未知に満ち溢れているからこそ面白いんじゃないか。うわあ、すごい、すごすぎる。だが近頃ある宝刀団の動きが活発でな、いくつもの遺跡が洞窟にあっているんだ。そのアルカディア遺跡も奴らに見つかっちまうんじゃないかって心配なんだよ。そりゃダメだ。悪い奴らに取られるぐらいならオイラたちが。とにかく安心しろ、オイラと旅人が力を貸すぞ。ほう、助かるぜ。くれぐれも内密に頼むな。いい知らせを待ってる。なあ、どうだ、ワクワクしないか？すっごい真剣らしいぞ。とりあえず冒険者協会へ行って情報を集めようぜ。遺跡のことなら冒険者たちの方が詳しいだろう。